皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。人形に願いを。昔流行った棒女棒人形というのを知っているだろうか。海外の人形で植物の種子と紐で作られており、男女一組の簡単なものだ。ただのお土産品ではなく、願いを叶えてくれるものとして当時大人気になっていたと思う。私の周囲でも友人たちがこぞって棒女棒人形を買い求めていた。棒女棒人形はお金が欲しい、恋人が欲しいなど、願いに応じて人形の手足を結んでおき、いつも見える位置に飾るだけで願いが叶うという代物だった。友人もまた恋人が欲しいということで、人形の然るべき位置を結んで飾ったそうだ。それから半月ばかりして、妙に興奮した様子で友人から電話がかかってきた。それは片思いしていた男性から告白されたとの報告。彼女が片思いしていたのは、私と彼女の共通の友人の恋人だった。しばらくは新しくできた恋人に夢中といった感じで、とても幸せそうに見えたが、彼と付き合ううちにだんだん金遣いが荒くなっていった。元彼女に聞いてみると、友人には彼氏を寝取られたらしいのだが、金遣いの荒い DV 男で、いいのは顔だけだったそうだ。だからむしろ、寝取ってくれてありがとうって感じ。元彼女の言う通り、彼氏と付き合い始めてから、友人はいつもお金がない、お金がないとこぼしており、そうして今度は、人形にお金が欲しいと願いをかけたらしい。とにかく何でもいいからお金が欲しいと。しばらくして彼女が事故に遭った。青信号を渡っている時にタクシーが信号無視で突っ込んできたらしい。片足と片腕を折り、しばらく入院しなければならなくなったそうだが、お見舞い金で数十万の金を得ることができたそうだ。彼女の望みは叶ったことになるが、どうにも嫌な叶い方だった。なので、人形に頼るのはもうやめた方がいいんじゃないかと助言してみたが、聞いてもらえなかった。退院してからも、普段の彼氏と付き合い続け、再びお金が欲しいと願ったらしい。すると今度は、彼女の父親が事故死し、彼女に幾ばっかの金が舞い込んだ。それでも足りない。またお金が欲しいと願いをかけると、今度は彼女の母親が死んだ。そうしてまた彼女にお金が入る。それを彼女は人形のご利益だと言って、ますますその人形に頼るようになっていった。確かに恋人はできたし、お金も得ることもできたが、その代わりに失ったものがどれだけ大きいのか彼女は気づいていないようだ。恐ろしい願いの叶え方をするものもあるもんだなと思っていたんだが、最近になってあの人形の偽物も同時期に出回っていたと聞いた。とある国が作った偽物の棒女棒人形だ。彼女が持っていたのは果たして本物なのか偽物なのか、何にせよ叶わない方が幸せなこともあるんだろうな。オカルトラジオ。はい、 DH オカルトラジオ、ともです。木村です。ケスケです。今日はこの3人でお送りします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、人形に願いをというお話でしたけど、はい、はい、
まあ、こういう、ね、願いを叶える、まあ、人形もそうですけど、うん、例えばミサンガとか、うん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 、結構あるじゃないですか、うんうん、でも僕自身はそれの力で願いが叶ったって感じたこと一回もないんですけども、あんまかけたことないね、そういうガンみたいなものは。なんか僕は結構例えば部活やってる時だったら、うん、試合勝てますようにとか、うんうんうん、上手くなりますようにみたいな願掛けはしたことあるんですけど。何部？テニス部です。ああ、そうかそうか、はい、うんうん、まあでもどうだった？ないかも。確かに。まあでもなかなかセンスはあったと思います。うん、あ、じゃあ願掛けて、はい、それが叶ったか叶わなかったか。まあ、やる気がなかったんでね。あ、なるほどね。で、あれって僕の場合はミサンガとかでかけたんですけど、うんうんうん、あれってそのままつけっぱなしにしてて、うん、ちぎれたらとか願いが叶うみたいな、うんうんうん、そうだね、だったじゃないですか。僕飽き性なんで途中で切っちゃうんですよ。あ、で違うのにしたりとか。なるほど。あとちょっと汚いなって思っちゃい出しちゃったりとかして、うんうんうん、すぐ変えちゃうんで、うんうん、切れるまで装着してなかったと。そうですね。願掛けか、なんかしたことないな、そういうの。例えばパワーストーンとかはどうなんですかね、うん、願いっていう感じじゃないですもんね、パワーストーンは。うん、そうだね、なんか違うね。パワーストーンはその石自体に宿った力をちょっと分けてもらうみたいな印象ですね、うんうんうん、まあ、お守りみたいなもんですもんね。うん、そうだね。ないな、願い事って、うん、でも防除棒人形知ってる？俺知らなかったっすね。俺もこの話までそれが防除棒人形っていうのを知らんかったっすね、うんうん、見たことはあったっすけど。そう、さっき調べたらね、うん、画像が、あ、なんか見たことあるかもなみたいな、うんうんうん、ほんとハワイとかグアムとかでよう見るような。まあ調べてもらえばね、うん、出てくると思うんすけど。そう、なんで僕もなんかちょっとイメージ的にブードゥー人形って僕らの世代ちょっと流行ったんすけど、それも俺らの時はなんか願いを叶える人形とか厄除けみたいな身代わりの人形みたいな風に言い伝えられつつこう流行ってたんですけど、蓋開けてみたら呪いの人形だっていう。そう、 俺らの時はあの呪いの人形だったからね。俺それ知らなかったっすもん。呪いの人形だった。呪いの人形を身につけとくってこと？呪いの人形だから、あの牛の国参りと一緒で、要は例えば呪いたい相手をに見立てて釣って、でなんか針とかを刺すんですよ。なんか身につけてたよね、その当時流行った時って。キーホルダーとかになってましたもんね。なんかストラップみたいな感じで、なんか身につけてたというか。そうなんですよ。でその時の、歌い文句が3つほどあるんですけど、悪いことが起きそうな時に身代わりになってくれる人形、持ち歩いてるだけで願いを叶えてくれる、持ち歩くと幸運を呼んでくれるアイテムとして売られてるんですよ。あ、 そうなんだ。その当時はだけど、もともとは違うっていう。そう、ブードゥー教の人形ですもんね。そうだよね、呪いのブードゥー人形っっ、なんかそんな、あんな呪術に使う人形をなんかぶら下げてっていいのかみたいな、なんかそういうのを聞いたことある。俺はそれを逆に聞いたことなかった。まあ、まあ、僕は飽き性なんですぐ使わなくなっちゃったんですけど、お土産でたまにもらってカバンにつけてる人らが結構おって、まあ俺ももらったから一応つけてたけど、すぐ話しちゃう。なんだろうね、あれダサかわいいみたいな感じで流行ってたのかな。そうですね、多分ね、そんな感じだよね。結構前だよね。本当っすね。なんか言われて思い出したみたいな。ちなみにそのブードゥー人形は2018年にカナダの大学の研究者たちによって呪いの効果についての実験が行われてるんですよ。その実験内容がイグノーベル賞を受賞した。すごい。すごいですよね。なんかイグノーベル賞はノーベル賞のパロディ版みたいなので、なんかこう人々を笑わせる研究みたいな、くだらない研究結果にね、与えられるみたいな脳賞をもらったんですけど、実験内容ってのが、パワハラを行う上司をブードゥー人形で呪うと、でそのことでどのようなメリットが生まれるかっていう研究内容で、実際にブードゥー人形を上司に見立てて、ピンを刺したり叩いたりといった行為を行ったグループの人たちは、職場でのストレスが軽減され士気を向上させる効果があったと。なんかそれちょっと違うんじゃないっていう。そうだね。だ別に上司は何にもなってない。何もなってない。ただそこで
その気持ちでもうストレスが発散されてるってことですね。クレヨンしんちゃんのねねちゃんみたいなもんですね。それごめんちょっと分からんわ俺。なんか人形、人形殴るんですよ。殴るんですよ。うさぎの人形を。うさぎの人形殴るんですよ。怒ると、うんうん。それでストレス発散するっていう。へー。あっていう結果が出たっていう。出たっていう。ああそうか。あでもそれあれだね、 SNS でなんかツイッターでなんか愚痴をこぼすのと同じっていうか。あまあそうですかね。ねそこで愚痴を、うんうん、なんかそこでストレスを発散して、別にそのつぶやき自体がどうこうならなくても自分の気持ちがすっきりするみたいな、うんうんうん、それがまあ心の健康にいいみたいなさ、うんうん、なんかそんな感じだよね。そうですね。なんかちょっとラフなわら人形みたいな感じがしますね。おるっすね。そういえばなんかすげえつぶやいとるのに、まあ、自分本当自分が良ければよしみたいな、うん、なんていうんですか、うん、5分に1回つぶやくよみたいな人いるじゃないですか、うんうんうん、いいねとかも一件も来てないしリプもないですけど、うん、どんどんつぶやく人いるいる、うんうん、そこで吐き出してっていうことですもんね、うん、きっと、うん、そうだ別に誰にも当ててないんで、うん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 、でもまあ本来の使い方っていうか、まあそうだよ、本当そう本当そう、気軽につぶやけるっていうのがツイッターのいいところですからね、うん、あそうだね。あとそのさっきの研究結果なんかさ、はい、悪口を言い合って、はい、それにこう乗っかってくると、うんうんうん、なんかすごく嬉しい気持ちになったりするじゃない。はい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 。なんかちょっと違うんですけど、秘密の共有で士気が、ね、上がるみたいな、なんかそういう誰か一人敵みたいなことを見立てて、うんはい、でそれの愚痴をみんなで言い合うっていうことがちょっとテンション上がるみたいなさ、まあ、仲間意識は絶対出るんですけどね、あるよね。だからそういう結果が出るのかなみたいな、うん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 、結果その別に人形の呪いとかじゃなく、うん、なくて、そう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 、同じものをターゲットにして、うん、叩くことによっての、うんうん、一体感みたいな、そう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 、共有できるみたいな、そういうのかなって。だから結果それも呪いの効果だったりとか、その願い事の効果はない、まあね、でも今回のこの話は、うんうん、と形はどうであれ願いが叶ってるみたいな、そうだね、形じゃないですか、うん、代償がすごいよね、うんうん、嫌な叶い方だなとは思うね、うん、でもなんかこれを読んでデスノートを思い出したわ俺。なんで？なんかデスノートも、うん、ある企業にそのノートが渡って、うんうんうん、企業その企業を良くするのに、うん、ライバル企業の社長を殺したりとか、うん、役員殺したりとかするんですよ、うんうん、だからなんかその誰かが不幸になることによって、自分たちが上がるみたいなのじゃないですか、うん、これも、うんうん、だからそれ、ああ、そう、そういえばデスノートもそうだったなと思って、ああ、うん、なんか俺このさっきブードゥー人形、はい、みたいにこう持ち歩けば願いが叶うとかなったことないって言ったっすけど、なんていうんですかね、この結果幸せになる人形で幸せになってないけど願いが叶うみたいな感じのオチになってると思うんですよ、このお話が。で最後にとある国が作った偽物の防除棒人形だったみたいな、あるじゃないですか。偽物の防除棒人形を作って、実はこれ呪いの人形みたいな、うん、別にそれがとある国がとかは関係なく、誰かがちょっとこう人に恨みがあるというかみたいな人が無差別でそれに似せた呪いの人形を作ったんですよ、はい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 、でその呪術が本物でこの人たち、この今お金を手にしたけど、うんうん、事故ででお見舞い金でもらうみたいな、だからそのお金が欲しいために受けるこの家庭を呪いのものみたいな風にする人形を作ったんじゃないかなと、うんうん、ああそういうことか、うん、なんかちょっとでも引き寄せの法則っぽいイメージもあるんですけどね。確かにね、なんか結局お金が入ってきても使ってる部分も絶対あるじゃないですか、うん、だけど常に思ってる、お金がないって思ってるからお金が入ってきた時に、うんうん、わこのおかげだって思ったりとか、あ、うんうん、あそういうことか、うんうん、だからただただずっと呪いの人形で不幸になってるんだけど、その結果引き寄せてお金が入ってきたから
その常思ってるから願いが叶ったって思ったみたいな。なんかねいまいちね腑に落ちないんだよね私は。これがさ、腑に落ちない点は本物の棒女棒人形も願いが叶うものじゃない、はい、でこのとある国が作った偽物の棒女棒人形っていうのが出回ってると、はい、この偽物だから願いが叶わないっていうんだったら、うんうんうん、あいつ偽物に願かけててバカだなみたいな、うんうん、願いなんか叶わないのになみたいな話だったら偽物が出回ってるっていうの分かるんだけど、うん、両方とも願いが叶ってるじゃないですか。例えば偽物だったとして、うん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 、これがだったらこの偽物とある国が作った偽物の棒女棒人形の話は別にいらないんじゃないかな。だから本物だったら、うん、犠牲なく叶うってこと。自分がハッピーな願いが叶ってく、うん、けど偽物だから、うん、その人が不幸になる願いの叶え方になるっていう、呪われてるっていう、その過程がってことだ、うん、な感じなんじゃないですか。これ結果願いが叶ってるわけじゃなく、うんうん、なんていうんですかね、多分持った時点でもう呪いにかかってるんですよ、うん、はいはい。だからその望ん、うん、その呪いっていうのはその両親が亡くなるとか、そうそうそう、そっちの呪い で、うん、でそれに付随してたまたまお金が入ってきたみたいな、でそっちにとらわれちゃってるみたいな、はい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 、っていう負のループが続いてるみたいな、そういうことか、うん、って考えるとちょっと腑に落ちるかなっていう。ほんでこの、まあ、僕が無理やり解釈したこの考え方だと、はい、何にせよ叶わない方が幸せなこともあるんだろうなみたいな締めくくりじゃないですか。そうだね。だから本人たちもその呪いに気づいてないみたいな。うんうんうん。なんか怖い話で、除霊の方法をお教えしますみたいな、はい、なんか霊媒師が、あ、お疲れ様、お疲れ様でしたみたいな、はいはい、それが実はの呪われる儀式、うん、幽霊を呼び寄せる儀式みたいな、うん、っていうやつあったじゃないですか。 あれと同じ法則というか、幸せになる人形っていうのをのの偽物が出回っとって、うん、それに願掛けしちゃうと呪われちゃうよっていうのが、うん、はいはい、っていう事実が出回ってることに気づいてないよみんなみたいなお話っていう。あ、そういうことね。最後は自分みたいなね。最後は自分が死ぬか不幸に見舞われるみたいな。っていう猿の手みたい。ああ、お話的に、うんうん、それ分からんわ。なんか猿の手のミイラ、願い事は叶えてくれるんですけど、うん、3回だっけ、2回は、うん、結構自分にとって利益になることを叶えてくれるんですけど、はい、まあそれも確かその人が不幸になって自分に利益をもたらすみたいな、はいはいはい、で最後の願いを叶えちゃうと、はい、自分が死ぬみたいな。死ぬんだ、うん、へえ。なんか悪魔の契約とかもそういう感じですよね。そう結局なんか不幸になるみたいな、うん、だからそういうのが実際ある、うん、じゃないかと思わす、うんうんうん、怖い話みたいな、うんうん、まあ、こういうのって結構ドリームキャッチャーとかもそうですけど、うん、なんかお土産系で結構ありますよね、うんうん、お土産系あるね、うん、ある、めっちゃある。お土産系の怖い話ってあるもんね。うん、あのさ、ドリームキャッチャーってさ、うん、あれ悪夢を、うん、吸い取ってくれるみたいな、そう、そこでキャッチするみたいな、みたいなさ、うん、そういうもんだと思うんだけどさ、はい、あれ車につけてる人いるよね、うん、いる、うん、いる。あれさ、車運転してたら寝てたらまずいじゃん。まずい。助手席側じゃないですか。あれなんで車につけるのかなと思って。なんか悪いことをあそこでキャッチしていいことを流すみたいな意味合いですよね、うん、確か。夢に限らず？夢に限らず。あ、そうだったらまあありか。でもドリームキャッチャーだぜ。うん、だってもともとブードゥー人形だって呪いの人形が幸せの人形になってますからね。とりあえず出だしはその悪い夢を見なくするだったけど、うん、っ
転じて転じて悪いものをキャッチするものっていう風に、あれだね、あの日本のさ、はい、あのいいとこなのか悪いとこなのか、こう異文化をすぐにさ、うん、自分たちのものにしていいように解釈するみたいな、多分ブードゥーもそういうところからですよ ね、 そうだよね、絶対その転換して相手を呪うイコール自分がハッピーになるみたいな、うん、ところからの発想で多分来てますよね。すごい日本っぽい、うん、ね。ドリームキャッチャーもそうですもん ね、 ね、そういうことだ、ね、だって本来のその悪いものをキャッチしてくれるっていう意味合いじゃなく使ってる人っていうか、そのこれがあると意味が分かって使ってるのかな、なんかおしゃれだれつけようみたいな感じでもあると思いますけど、す ね、 ね、意味も分からずさ、うん、なんか羽もついてるし、うん、そう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 、なんかアジアン雑貨が好きな人がつけてるイメージ。あー、まあ、でもインディアンだよね、どっちかっていうと。あ、インディアンかだった気がするんだけどな、アジアっていうか。でもなんかあのドリームキャッチャー車につけとる人の車なんかココナッツの匂いのイメージ。わかるわかるわかるサーファーとか。わかるわかる、わかりますよね、うん、するするする、うん、漂ってるわ。漂ってますよね、うん、完全な偏見ですけどね。偏見だね、完全な偏見だね。あの車の匂いするやつ置いてます？車に。あれ、あ、置いてる、置いてます、置いてる。何の匂いですか？あのね、 なんていうの、ナンバーファイブってやつ。あ、ナンバーファイブいいっすね、うん、あれめっちゃいいよ。ガーネッシュですか？あ、そう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 、うん、僕部屋の子はガーネッシュなんですよ。チャンダンと、うんうん、あとデニムってやつを、うん、デニムいいよね。デニムいいですね、うん、おこう、おこう、はあ、俺もおこう。うん、俺ファブリーズ置き型、あのエアコンのところにつけるやつ、はいはいはい、あれ一択っすね。あれめちゃくちゃすげえ、本当にすぐなくなっちゃうけど。あ、すぐなくなっちゃう、うん、消臭力がすごいってこと。すごいですね、もう匂い全然なくなるっすね。タバコ俺めちゃくちゃ吸うじゃないですか、うんうんうん、でも全然なくなるっすよ。俺もこう、あと家のお香はデニム使ってましたし、うんうんうん、あとレインフォレストっていうのが好きですね俺は。熱帯雨林じゃんっていう匂いのお香がある、はい、お香が。へえ、火つけるんだよね。つけるやつ。俺これに関しては何も喋れなかった。すいません、助けられなかったっす。何本か今ピン刺されたんじゃないですか。木村って書いて。ブードゥーで。うーん、僕なんかあの昔ちょっとおしゃれな雑貨屋に売ってた、うん、花みたいなのを切って乾燥させたやつに、うん、さらに匂いをつけたやつを、うんうん、紙パックみたいな、なんていうんですか、レターパックみたいなおしゃれなに入れてあるやつ使ってましたね。なんかあったね。なんかそれトイレに置いとるイメージだわ。あ、トイレにも置いてありましたね。あの中になんかめちゃめちゃ種類があるんですけど、一個すげえ上品 なんかジャスミンみたいな香りのやつがあって、それを使ってたんですけどね、最近もう売ってなくて、そう、売ってた店、雑貨屋が近くにあったんですけど家の、そこがなくなってからもう全然見なくなったんで。流行りがあるんだね。でも僕以外使ってる友達一人も見たことなかったんで。なんかお店とかのトイレに置いてあるイメージにもあるし、うん、本屋とかにも置いてありましたね、うん、湿気取りにもなるみたいな。あ、そう、あとその部屋洋服のクローゼットとかに使うみたいな感じだったんですね。最近見ないね、それね。見ないですね、うん、やっぱあんま需要ねえんすかね。もういや新しいのがそれこそ、うんうんうん、なんかファブリーズとかなんか新しいのでいいのが出てきたのかもしれない。あ、確かに、うん、効果も全然向こうの方がいいでしょうし ね新しいやつはね、うんうん、まあでもさ、はい、
やっぱお香煙が出るじゃん、はい、そういうのがさ、うんうん、こう目に見えてこうさこう、うん、焚いてるぜっていう感じみたいな感じになる、うんうんうん、あそれがいいみたいなところもあるじゃん、うんうん、ちょっと、はいうん、で香りもいいし、うんまあ、視覚的にもなんかちょっと癒されるそうそう感じもありますもんね、うんうんうん、俺なんか最近っていうかちょっと前からそのお香の煙ですごい咳が出るようになっちゃったんです。へえ、それは良くないね。タバコの煙は全然いいんですけど、うん、なんかお香の煙はすごい咳が出る。でもあれ直で吸っちゃダメなんですよねきっと。多分ね、まあ、まあそうだろうね。うん、なんかいろんなもん入ってそうだし、うん、私なんかあのお香立てとかに入れて、うんうん、こう炊くじゃないですか、うん、もう抹茶っちゃになりますもんね内側とか。なるね、うん、そのお香入れの内側が、ね、の内側があその煙の中に入ってる、まあ、ヤニっていうか、ねうん、多分あんまよろしくないんですよね。あでも青磁とか炊いてたよ昔。青磁の葉うちにあるを燃やしてそうお香みたいに、うん、あれもいい匂いするね。あれいい匂いするね、まあ、料理に入れてもいい香りしますからね。本当だね、うん、料理にも使うね。使うなんかパワーストーン浄化したりとか、あそうそうそう、ね、あもう政治なんだ。煙に当ててみたいな。あそうそうあったねそういえば、うん。なんかその浄化できると煙が避けてくみたいな。へえ。確かに除霊とかでも使えますもんね。ね。ね政治は使うね。政治。うん。でその政治の香りもお香でやった時は燃やした時はいい匂いなんですか。政治燃やすといい匂いするよ。うん、もうは。焦げた匂いとかじゃなくて、うん、乾燥しとるなんか白いやつ、ね、そうそう白っぽいやつね。うんなんかあの枯れた葉っぱとかだと臭くなるじゃないですか。あちょっと嫌なんですよ、ね、あんまそうのない。なんかあれも政治もなんか本物偽物があるみたいなことを言いますよね。あそうなんだ。そう料理で使ったことはあるけどあれをちゃんと直火で燃やしたことないんで、うん、どんな香りかなって。なんか乾燥あなんだっけホワイトセージって言うんでしたっけ。あそう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 、うん、なんかそんな感じだね。あるあるうちにそういえば、うん、じゃあお香管でいいっすねもう。うん政治置いとけば政治置いとけばいいっす。お香よそうなんかね助けれないくせに聞きたい感が出てくるちょっと待っちゃっとったら待っちゃう自分もいたよねあのさっき途中からすすがつくみたいな話した時に、うんうん、待ってたっすね待ってる自分いたよね。リスナーさんにも何人かいると思います。いると思うよ待ってた待ってた方がね。まあ振ってくれてよかったなと思ってなんかあと紙のお香使ってました俺。あなんか言ってましたね。 あったね。何だっけ名前忘れちゃった。名前忘れちゃったっすけど、うん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 。でもちょっと髪臭いんですよねやっぱ髪燃える。ああそうなんだ。でもめっちゃいい匂いなんですよ。ただその匂いがちょっと混ざってくるとあと燃えるのが早い。ああなるほど。あまあまあ簡易的なみたいな感じなのかな。パピエラルメニーだったかなっていう商品名名前だったんです。へえ、まあ、今最新のファブリーズとかがちょっとすごい、うんうん、いい効果を発揮してるのでね、うん、お香を置く人も少ないとは思いますけども。うん俺の友達がさあの、はい、葬儀屋で勤めとるんだけど、はい、お香ダメっていうもん。あそうなんだ、うん、線香もお香の一種。そう線香 その普段線香嗅いどるもんで、うん、めっちゃ、うん、そのなんかお香もその匂いに感じてくるんですね。だってあのあ海外の線香みたいなイメージですもんね、うん、お香って使われてますもんね。まあそうだね。そう、うんうん、だからなんかキョンシーとかの映画に出てくるようなイメージ。あの棒になっての。あれでもなんかあれは線香っていう感じ。なんかわかんない。俺あのお香の方の棒のスティックタイプの、はい、の太い版がなんか中国の線香みたいなイメージだけど。でも だって僕そのさっき言ったチャンダンは、うん、そういう線香みたいな感じで使われてるやつですからね、うんうんうん、インドだかどっかで、うん、タイでしたっけ、どこだったっけ忘れちゃったけど、で使われてる香りで、うん、その日本の線香と同じ成分がなんか入ってるみたいな、うん、だから親しみやすい匂いみたいなのを昔聞いたことあるです。
なんかダメっつってましたね、やっぱ俺の友達は。だからもうその線香自体があんまダメってことはね、嗅ぎすぎたみたいな、多分。あ、そういうことか。ちなみに僕はそのガーレッシュの5番と8番を使ってます、うん、8番もいいよね。8番いいですね、うん、それ分からんわあと2番もいいっす。ただ5番と8番だけあの特用のめっちゃ多いやつがあるんで。ああそうなんだ。そう、2番はあの20本タイプしか売ってないんで、うん、20本、はい。なんか最近100均とかにもあるよね。ああ、ありますね。へー、チャンダンの香りみたいな、うん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 、お香が、うん、あ、ちょっと100均もそれで締めてもらっていいですか。売れ筋だからさ、きっとね、100均も思ったんじゃない？なんて、ね、ん？なんて思ったんすか？おこうって多分こんなしょうもないネタで笑っとるの俺らだけですこの世で終わりましょうもうこの話はやめておこう。ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオから聞こえた声。数年前のある日、車を運転中にとても怖い思いをしました。その日はクリスマスが近くなった12月の金曜日で、私は遠距離恋愛中の恋人に会うために国道を走っていました。仕事の終わる時間が遅くなってしまったため、時間はもうとっくに深夜で、都心から離れていくにつれてどんどん車の量は減っていきます。私は疲れていましたが、早く恋人に会いたい気持ちの方が強く、休憩もそこそこに二つ先の県にある目的地を目指しました。どれほど走ったでしょうか。時刻を見ると夜の1時半。なだらかで走りやすい国道は終わり、ぐねぐねとした山道が始まりです。幸い周りに車はなく、自分の走りやすい速さで運転できたのですが、あるヘアピンカーブに差し掛かった時、かけっぱなしだったラジオが突然無音になりました。まあ山の中だし電波が途切れたのかなくらいにしか最初は思わなかったのですが、ザーッというノイズの音に混じって、かすかに誰かの声が混じっています。まあただチャンネルが混線しただけだろう、早く治らないかなと思っていると、突然ガクンと車のハンドルが取られました。慌てて急ブレーキを踏み、山の中で私は車を止めました。真っ暗の山道の中で車のヘッドライトだけが辺りを照らしています。外はとても冷えていて、暖房を切るとすぐにフロントガラスが真っ白に曇りそうでした。さっきのは一体何だったんだろうと思って、バクバク鳴っている心臓を落ち着けていると、先ほどのノイズ混じりのラジオから今度ははっきりとした女性の声で、早く会いに来てよ。私は鳥肌が止まりませんでした。ラジオの電源をオフにして、一刻も早く山を抜けたい、明るい道路に出たいと車を走らせました。10分ほどしてすぐに何事もなく山を降りることができたのですが、あの時のとても生きた人間とは思えない冷たい声がまだ耳の奥に残っています。この話をすると、恋人は仕事と運転で疲れてたせいだよなんて笑うのですが、私にはあれがとてもただの幻聴だなんて思えません。しかしあの声はどことなく恋人に似ていたような。
はい、ラジオから聞こえた声というお話でしたけど、はい、ラジオつながりで選んでくれたすか。そうですね。じゃあなんかまあ、僕とともくんよく心霊スポットとか行ってたじゃないですか、うんうんうん、でもその地元の心霊スポットトンネルに行くときにラジオとか、CD をつけとると、うん、なんか霊の声が入るみたい な、うんうんうん、なんか怖い話がちょこちょこあるんで、うんうん、ラジオの話ってこう広がりやすいかなと思って選んでみたんですけど、うんうんまあ、やっぱ定番な感じになっちゃいますよね、まあ、お話的に。そうだね、ちょっと定番っぽい感じはするね、うん、でなんかこの他のとこ定番のラジオに声が入るっていうのと、うん、ちょっと違うのがこのお話の、生きてる彼女の声だったかもみたいな、うんうん、だからなんかちょっと違うパターンだなと思って、そうだね、そこがちょっと不思議というか、うん、うん、恋人に似ていった声だから生き量なのかなみたいな、うんうん、そうそう、でしかもその恨みとかじゃなくて、うん、まあ、クリスマス愛し合ってて早く会いたい気持ちで飛んできたみたいな風にも考えれるし、逆にそこにいる霊が何らかの形でその恋人に声を似せて早く会いに来てと、うん、あ、その早く会いに来てっていうのはあの世でみたいな、そう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 、あみたいな、こう怖い風にも取れるし、ちょっと面白いなっていう、あ、そうか、いい話と、いい話にも取れるね、うんうんうん、彼女の会いたい気持ちが飛び出してきた、そう飛び出してきたっていう、俺声こそ聞こえんかったけど、うん、ザーってなったことあるよ。その話なんかでしたよ。あ、そうそう、エピソードで、うん、あのケイスケの、あ、アジャさんの、あれめっちゃ怖かったっすね。いやいや、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いよそれ。違う、俺それ、うん、だってその共通の霊能力者さんに払ってもらって、うんうん、それで最後これをやりなさいお清めでみたいなやつをやってないんで、うん、それ聞いた時にあ、まだいるんだって思ったっすもん。あ、うんうんうん、めっちゃ怖かったあの話。もういいよね。まあまあでも、うん、死してなお、うん、っていうのはあるんじゃない、うん、これね、でもそのまあちょっと違うけど、うん、ノイズじゃないけど、うん、その音楽が鳴ってなかったのにいきなり流れ出したみたいなと、うん、昔もあって、うん、ほう、それはもう友達が運転してて、友達の車だったんだけど、うん、トヨタの、まあ、有名なその心霊スポット六角堂って呼ばれる、うんうんうん、もう今入れんくなっちゃったけど、うん、そこへ行こうかってなって、うん、俺ともう一人は車の中で待ってて、普通になんかその日買ったジャンプかなんかを読んでたんですよ、うんうん、でしたらいきなりその時当時 MD っすよ、うん、MD がブワーっていきなり大音量で流れ出して、うん、は何これってなって、うん、なんか今変なのになったねっていう話をしとったら、うん、なんかうわーって帰ってきて、友達で、うん、5人ぐらいで行ったんですけど、3人ぐらい行ってて、うんうん、それがわーって走って出して帰ってきて、うん、なんか変な音がしたもんだよさみたいなこと言って帰ってきたっていう経験はあるんですけどね、うんうんうん、何があったかは、そうそうそう、その何が何だったかは分からんすよ、うんうんうん、いきなり、うんうん、音楽かけてなかったのに、うん、大音量でまず音楽が一瞬鳴ってバーンって、うん、でその瞬間にその先に先っていうか行っとったグループが、うん、結構遠くなんですよ、公園、あ、結構遠くなんだ、はい、うん、ダッシュして帰ってきたっていう、あ、じゃあ変な音がして、車から発する音が聞こえたもんでっていうわけじゃなくて、あっちのその出かけてる方で何かが、結構ね大きい公園で、端から端っていう感じなんで、ああそうなんだ、うん、でもそれ何があったのって聞かなかったの、どうしたのどうしたのって言ったら、なんか変な音が聞こえたもんでダッシュして帰ってきた、怖くなってって言って、でえこっちもさみたいな感じになって、何かねみたいな、でその時あのもう今ないんで言えるんですけど、白原学園って有名な廃墟があったんですけど、愛知に、そこはまあよくあるあの建設途中にみたいなとこなんですけど、そこ行った時に友達まだガラケーですよ、折りたたみのガラケーをポケットにしまってて、そしたらめちゃめちゃ連写になってたっす、カメラが勝手に起動して、で白い光みたいなのがだんだん近づいてくる、おお怖い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 、ポケットに入れといたものが、入れといたんですよ、でまず外に出なかったんですよ、そこなんかなんかその反射的な人の管理物件になったみたいな噂があって、あ、はいはいはい、ほんでその
小屋に電気がついてたらやばいみたいな、うん、いるみたいな、うん、で小屋に電気がついてたんで、うん、やべえ速攻帰ろうみたいな感じで、うん、いやでも出てくる気配ないねみたいな感じでちょっと車の中で待機してたんですよ、うん、その間の出来事で、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、うん、今寒くなったもん、うん、俺も今ねちょっとねクーラーがそうエアコンがね木村さんの位置効きすぎて直にこの位置そうですね木村さんの位置直ですからね、うん、そうずっと寒いな寒いなって思ってたさなかのやだなやだなって寒いなって思ってたさなかのあのケイスケが寒くなったっていう話だったんで俺ずっと寒いけどみたいな、すみません俺ちょっとニュアンスが違ったねちょっと違ったちょっと違ったまあ、じゃあそういうこともあったっすね、まあ、同じ日なんで、しかもねその時3カ所ぐらいいたんですよ、そのトヨタと、うんうん、白原学園と今ちょっとあるのか忘れちゃったんですけど、うん、西岡キラの辺じゃないですか、白原学園って確か考えるの、その辺なんかねそこら辺にもう一個なんかジャスコとか何でしたっけ、イオン系列、うん、イオンの駐車場の一角になんか家があって、うん、ほうそこが心霊スポットになってる廃屋なんですけどっていうところも行ったんですよ。でそこで、うん、なんかねまあ雨ざらしっていうか窓とかももう開きっぱになってるんで、うんうん、あれなんですけど、うん、音がガシャンとかして中からうわやばいねって言った後の2箇所だったんですよ。ちょっとその日はその日なんかすごいね、その5人の中の誰かがなんかすごかったのか分かんないですけど、でもなんか後日なんかあったとかは聞かないんで、豊作だったねその日は、豊作でしたねその日は、あのね人に連れてってもらう心霊スポットほど楽なもんはないですねいつも自分で行くんで、あ、うん、そうか、あと人に連れてってもらうとこって、うん、まあ、自分が今まで行ってないところに行ったりするんで、うんうんうん、楽しいですよね。確かに3カ所ともね俺初めてだったよ、楽しかった。うーん、でそんなねサプライズがねあるし、うん、めっちゃ楽しかった、なかなかいい体験だったね。うん、実際こう、ね、ラジオから声が聞こえたこととかってあります？あの放送じゃない、じゃない、いやない。うーん、俺の友達が最近、うん、あの僕がツイッターで上げたんですけど、うん、ライブ配信者の米メロさんっていう人が、うん、ある廃屋に、うん、見た、あの僕ツイッターでつぶやいたやつ見た、とそざっくり話すと、うん、老夫婦が住んでるた廃屋があって、はい、でどっちかが病気になっちゃって、うん、こう闘病生活みたいな、うん、でどっちかがちょっと病んじゃって殺しちゃうんですよ、はい、おばあさんだかおじいさんを、はい、で殺した後に自分は焼身自殺したみたいな、おーおー、でその廃屋を調べるみたいな、はい、でそれは結構山の中にあって、はい、そこに一人でライブ配信しながら行くんですよ、はい、でその中の、はい、に、声が入っとったり物音がすごかったりとか、おーおーおー、で手が出てきたり、はあ、家もうね映りすぎなんですよ、うん、家の中から男の人が覗いてたりする、おお、めっちゃ怖い、いやあれ怖かったね、めちゃくちゃ、うん、僕あの結構心霊動画とか見慣れてるんで、うん、あんま怖ってならないですけど、うん、俺これ一人で見とって怖ってなった、あれは怖かった、俺めちゃくちゃ怖いそれ、うん、そうめちゃくちゃ怖い、で最後焼身自殺したであろう場所を見つけて、うん、木が燃えてるとかって言って、うんうん、でここで何かあったんだろうみたいなの撮ってて、うん、でもダメだ帰るとかって言ってたら、うん、その家の方から男のうめき声みたいなのが聞こえて、うん、それが最初ちょっとちっちゃめで、うん、その後ちょっと大きくなって聞こえてきて、うん、うわーっつって走って逃げていくところで終わるんですけど、うん、そう僕17とかで心霊スポット配信一人で、ね、うんうん、山中歩いたりとかしたので、うん、こう感情移入しすぎて、うん、もうめちゃめちゃ怖かったんですよ、うんうん、でそれをあのツイッターにもこれめっちゃ怖かったってやって、うん、あのプライベートの友達とかに、うん、これめちゃめちゃ怖いとかって言って、うん、で同じ職場の人がそれをいろんな人に見せてたんですって、うん、で車の中でそれを流しながらクワガタを取りに行ってたんですって、うん、そしたら本来何も聞こえないところ
のはずの場所に男の声が入っとってどこわかったみたいな、あそこ気づいたみたいなって言われて、え何それそんなの知らんとか言って、俺全部見たけどそんなとこあったみたいな、で聞き直したけど何もなかったんですよ。でもその時一緒にクワガタ取り行った人と車内では、うん、ここ声入っとるじゃんみたいな、うんうん、うめき声で何言っとるか分からんけどみたいなのがあったっつって、うんうん、だからそれはその車内のスピーカーの中だけで聞こえたものみたいな、はい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 、っていうのはありましたね、つい最近です。それ怖い話だね、めっちゃ怖い。でもあの映像は本当一回見た方がいいですよ、結構怖いです、本当に怖いです、結構がっつり映ってるんで、うん、手とあの顔もあの作り物でしたみたいな話じゃないんですよ。じゃないですね。なんかその顔が映った時の中から、うん、そこ映すんですけど行ってすぐに、うんうん、なんか誰もいないね、うん、誰もいない、まあ、でもやらせであってほしい、あそれぐらいの、うん、がっつり、うん、であのその人一人なのに、うん、その本当に例えば家の角からまず手が出てくるんですよ、でそれを取ってるんですよ、でも何あれ何あれとかって言って、うんうんうん、手だよねとか言って逃げて戻ってもう一回確認するんですよ、うんうん、誰かおらんかとかをやるんですけど、うん、俺は多分あれ幽霊でも怖いんですけど、うん、あの廃屋でなんか結構荒れてるんですよ、うん、で例えば、ヤンキーとかが入ったりとかしたら落書きとかがあったり、うん、家のいろんなところが壊されとったりとかすると思うんですよ、はい、でも壊れてはないんですよ、物が散乱してるだけみたいな、だから普通に人がいると思うんですよ、その映った男の人みたいなのがいるんですけど、その人が住んでんじゃねえかなみたいな、それはそれで怖いっていう、いや怖いよ、うん、なん仕込みにしたらスタンバってる人が怖いですからね、うん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 、だしすぐ確認に行って行くんですけど、なんていうんですか、入り口があって、うん、そこもう中最初探索してて怖くて出るんですよ、でもう怖い無理かもしれないとかって言って、うん、でこう振り返って家を移した時に覗いてるんですよその男が、うん、でそれに気づかずこうもう一回振り返るんですよ、そしたらさっきなんか男おったよとかって、あコメントで誰かいるとかって言って、おうおう、誰もいないよっつってもう一回やるとまた映るんですよ、おうおう、でも誰もいない誰もいないみたいなことを言って、そこまで言うならみたいな感じで中入ってくるんですよ、うん、だからその時間あんまないのに足音とかも聞こえず誰もいないんですよ、うんうん、はあ、後で見てみよう、後で見てください、うんうん、あの送っときます、めっちゃ怖い、あれね怖いですよ本当に、めっちゃ怖いそんな、うん、で終わり方もまた怖いですよね、終わり方もその男の叫び声っていうか鳴き声が走って逃げて、うん、そこでバシャって終わるみたいな、すごいあれは見てほしいですね、うんうんうん、でそれを見てる時になんか声が聞こえたっつって、でもその時は怖かったんで確認しなかったんですって、うん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 、で後に俺と一緒に働いてるあの時に、うん、じゃあ圭介に教えてもらったやつ見たけどあの声が入っとったとかって言って、うん、おーマジでって言って確認したら入ってないんです、あれってなった、うん、あれ この辺だよねとかって言って、うん、でも全然そこじゃ入ってなくて、動画自体にはだからクワガタとかも山奥行ったりするじゃないですか、うんうんうん、だからそこにいる何かの声が入っちゃった、そうでスピーカーから流れたみたいな感じじゃないかなっていう、うん、Bluetooth かですね、レイも Bluetooth が使えるってことだしかも Bluetooth の場合さ、はい、ある機器ともうペアリングしとったらさ、うん、他の機器入れんじゃん。うん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 。そっちを切って。ね、うん、他のに線しないと。はい。なのにそこに割り込んでくる。うん、すごい。ブルートゥースどっちに割り込んだか気になるっすよね。そのブルートゥースに割り込んだか、スマホに割り込んで入ればブルートゥースに流れますもんね。そうか。それどっちか分かんないね。うんうん、それか車内のスピーカーから聞こえたって思ってるけど勝手に。うんね、真ん中とか後ろとかね、うん、あ車の 中,、うん、中で中スピーカーからじゃなくて、うわそれも怖い、てか俺らこの怖い話の考察一個もせずまあ彼女の思いでしょうっていう、 うんそうだね、この恋人に似てたようなっていう、うん、終わり方だよね、うんうんうん、俺最初これ男
女の人の話かと思ってた。ああそうなんだ、うん、運転してるのが。あ、へ、あそうか、まあ、そうも取れるか、うん、一人称が私ですからね、うん、そうだね、うん、あ男の人だったな、うん、俺も男の人だったっすね、うん、なんか言われてみれば車の中で幽霊に会う話って女の人の話って意外と少ないかもしれん。あ確かにね、男が一人で運転しとって、あ女が寝とってとか、寝とって彼女が隣で寝とって、うん、あっていうなんか話はあるじゃん、うん、でもその体験者が女性で、女性が運転してて、そうですね、うん、そう、あの深夜に女性が一人で運転してることが少ないんじゃないですか、はい、ああそうか、絶対数が少ないから遭遇率も少ないと、うん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 、っていう、そんなこともないか、うん、人口は女性の方が多いな、人口その人間の、あ人間のね、うんうん、そうちょっと不思議だね、うん、なんか男の人ってドライブ好きでとか、うん、あの夜にふらっと一人でドライブとかもする人もいると思うんですけど、うん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 、女の人でそれをやるみたいなのがあんま聞いたことないなっていうか、あだし例えばその深夜帯なんて化粧も落とすじゃないですか、うんうん、わざわざ出かけるのをしないんじゃないかなっていう、うん、だからその夜その状況の絶対数が少ないみたいな、うん、なんか車っていうとやっぱなんか男性的なキーワードとしてはさ、うんうん、男性的なっていうイメージ、イメージありますね、うんなんかデートの時も迎え行くイメージですしね、うん、そうだよね、うん、なんかその辺関係してるのかな、あんまりないもんね、うんうん、でさらにこういう話で出てくる幽霊も女性じゃないですか、うん、そうだ、それ多分男性だからなんじゃないのかな、だから女性の幽霊が来るみたいな、出るみたいな、そのね、タクシーの運転手のさ、はい、その女の人が乗り込んでくるとか、でも女性ドライバーも多いですよね、タクシー。あ、今はね、そうですね、今多いですよね、なんかありそうですね、そうなると男の霊が乗ってきたとか、ね、なんか男が運転してて男の霊でも怖いと思うんですよ、まあ、怖いよね、うん、怖い。でもなぜか女性の方が多いイメージあるよね、うんうんうん、死ねばよかったのにとか、もう女性だし、女性だしさ、ぐっしょり濡れてたっていう話もやっぱ女性だもんね、うんうんうん、これ不思議だね、不思議ですね、うん、あ最近なんか俺車屋さんの怖い話をチラッと聞いた、教えてください、はい、なんかね、何で聞いたか忘れちゃったし、うん、なんか有名な話かもしれないんで、うん、ちょっと俺思い出しながら言うんで違うかもしれないですけど、はいはい、まあ、そこ確か埼玉だったか、あの普通の町の車屋さんっていう感じなんですけども、あの何でも請け負うような、あの修理もするし車検とか行ったり販売もするしみたいなところなんですけど、そこでなんかね、車が壊れましたってよく来る時期があったんですって。それは何が壊れたのかっていうと、カーナビが壊れてるんですって、大体みんなで、ある地点を目的地にするんですって絶対に。大体それが結構な台数来て、しかもそのバラバラなんですよ、男女問わず、うん、年齢問わず、うん、車種問わず来て、でなんかここやけに集中するねみたいな、この壊れ方がみたいな、うん、この近くなんかあんのかねみたいなこと言っとったんですって。でそしたらある日警察が来て、かなりの人数行方不明者がこの近くで出とるみたいな、おって、知りませんかみたいな、うん、そういうなんか情報とか入ってないですかみたいなのを結構一件一件もうローラーで聞いとるみたいな感じで、あそれはちょっと知らないですけど、うん、ただちょっと気になることがあるって、でもまあそれとつながってるかどうかは分かんないです、たまたまかもしれないし、うん、って言って今のその車の地点を言う、こういう壊れ方をしてこの地点を指してるみたいなもう言ったんですって、うん、でまあその結構わからんくて、どこに行方不明者がおるかみたいな捜索されてたんですけど、でその警察がなんか、まあ、最後の頼みじゃ、最後の
なんか頼みの綱じゃないですけど、うん、あの地点行ってみようと、そういえば聞いたわ車屋さんでと思って、うん、行ったら、うん、森の中なんですって、うん、で、まあ、車道があって砂利道なんですけど、うん、でそっからなんか獣道みたいなのがちょっと続いてて、で開けた場所になって、そこだけ土の感じが違くて、うんうん、掘ったら出てきたんですって、うん、何体も、うん、で、まあ、それが近くだったんですよ、その車屋さんの山の方で、うん、でその霊たちがそこを通る、その道を通るナビをバグ、私たちはここにいるよって言ってたんじゃないかっていう話を聞きました、ね、俺それ聞いたことあるな、そう、俺何で聞いたかちょっと忘れちゃったんだよね、俺忘れちゃった、聞いたことある、うん、結局その行方不明者が多いっていう話だったじゃん、うんうん、その人たちはみんな殺されてそこに埋められてたって話、うん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 、事件に巻き込まれたってことですよね、うん、なんかその見つけてもらうために、うん、みたいなのもちょいちょいありますよね、怖い話で、まあまあそのタクシーのやつ、ね、そうね、うん、あとそのドライブが男で女の霊が多い話さっきしてたじゃないですか、はい、あれってやっぱいるはずのない場所にいるから怖いみたいなのがあるじゃないですか、うん、だから夜道の山道に男の人だったら、うん、例えばクワガタだったり猟とかでいる可能性があるからあれなんですけど、うん、まあ、違和感違和感、女性の方が違和感がある、ね、違和感があるもんで、うん、残りやすいから、そう、うん、だって、まあ、だ俺結構夜道一人でクワガタ取り行ったりしてる時に一人で歩いてる男の人とか見たことあるんですもん、はい、でも実際それが幽霊だったとしても怖いっていう、そのなんていうんですか、女性の場合の方が気になる、まあ確かにそうだね、からスルーしちゃってんのかなって思いますね、男性の霊を見る場合はね、そうかそうか、うん、それはあるかもしれないね、うん、ありそう、じゃあ逆になんか例えば女湯とかに男の霊が出たら、あ、もうキャーキャーじゃないですか、ベストっていう、ベストです、違和感違和感だね確かに、まあ、でもあからさまだからな、そういう霊いないですね、確かに化粧品売り場とかに男の霊が出る、うん、あそういうなんか美容部員の間で伝わる話もあるかもしれない。あ、レディースの服の店とかね、下着屋とか、ああそうだね、なんかどうしてもなんかちょっとなんかちょっとエロい方に行っちゃうでもそういう霊がいないですもんね、うん、でも幽霊見える子からしたら、うん、銭湯なんて行けないっつって、もう男の人がすごい見てくるみたいな、ってなったら面白いですねって。でもね、なんかね、そういうのが消えるっていう話を聞いたことがあるよ。そういう欲がね、欲が、あ、うん、幽霊になったら、聞いたことある。うん、聞いたことある。なんかもうがっつり男、あ、女湯覗いてやるぞみたいな感じでおっても、うん、いざなってみると、うん、全くそういう欲がなくて、うん、他にもっと強い欲が、うん、なんか違うのが出てくるのか。この式条例っていう話もあるじゃん、それはそういう、性欲みたいなものがまだ残った状態でいるわけじゃん、その辺のこう何だろう、食い違いというか、それを未練で死んだ、それを未練で死んだ、もう童貞が一回もやってないみたいなとか、女性がもうすごい性欲強いのに誰ともやってないっていう状態で死ぬみたいな、で幽霊になる、レアケース、うん、だからそんなに出ない、うん、確かにそんな話は聞かないもんね、そうか、他に理由があって、ただそのまあ漠然と霊になったら女行きてえなって思っとっても、他の理由で死んだらそっちが優先されちゃうみたいな、念の強さ、その時の、でもなんかありそうでないものだったら話になりそうじゃないですか、例えば、女湯でも、お母さんが息子を連れて入ってくる時とかあるじゃないですか、はい、はい、あります、でもそれって例えば本当はそのお母さんだと思ってた人は一人で入ってるのに、息子と一緒に入っとるみたいな風に見えたとしても、気にならないから、
あそうだね、怖い話にはなってないけど、うん、男湯、あ、女湯で男を、あ、男の子見た時に幽霊の可能性もありえるなっていう、そういう怖い話もできそうですしね。なんか本当だね、うん、なんか一緒におった子が一人でどっかに寄って声かけて、お子さん一人ぼっちですよって言ったら私にお子さんいませんみたいな、チラッとした話できそうだけど、そういうのも出回ってないですしね。別に出回ってないね、俺なんかでも女湯の怖い話一回読んだことがあるかもしれん。へえ、なんかあの速攻、速攻っていうか水の入れ替えする排水溝、排水溝にその男の顔が張り付いとったみたいな、へえぐらいしかざっくりとは覚えてないですけど、うんうん、なんか読んだことがある気がするみたいな。排水溝、あ、結構ね大きいやつなんですよ、それがマスが。でそこにも顔がギューって入ってたみたいな、うん、なんか初めてのパターンですね、うん、見たことない、読んだことない、そういうの、うん、探しあるのかもしれない、うん、ね。でなんかその排水溝とかも髪の毛のイメージで、長い髪の毛みたいなのから女の人が覗いてるみたいな、うんうん、話のイメージ、なんかそういう、あ、そうだね、排水溝とかのちょっと爪の長い女の人がこう描いてるみたいな、はいはい、なんかそれ見た、何だったっけな、何か見たぞそれ、何だったっけな、何か見た、あれですよ、最強バスのストップ、うんうんうん、それだ、今年だったかな、あ、そうだそうだそうだ、コキコキ聞こえる、そうだそうだそれだ、ああいう方の方が印象に残ってるなっていう、うん、結果何の考察してます結果ラジオどこ行っちゃったのどこ行っちゃったのだから下手したらね、僕たちのこの普通のね、俺たちの声だと思ってうなずいてる声が違う人だったりっていうのもありますからね、下手したら今放送聞いてる方々の中で、うんうんうん、あるあるね、うんうんうん、あ、でも映像だと何回か見たことあるですね、男の霊のやつ、ん、排水溝の話、あ、じゃないですけど、うんうん、その男の霊が出てくるやつ、女性主人公の男の霊が出てくるのっていうのは、ああ、それはなんかある、映像だとあるですよね、それはある気がする、うんうんうん、あの新耳、車で、車で、あ、いや車じゃないですけど、車じゃないよね、女性主人公の男の霊っていうパターンは、うんうんうん、結構あんなと思って、うん、ある、それはあるんですよ、あるね、うん、そのドライブっていう、あ、まあ、ね、送っちゃうとね、うんうんうん、と全然ないなって、うん、なんかカテゴライズしていくと確かに少ないのかもしれないですね、うん、いや、その中でこんないい話ありますよっていうのがあったらね、うん、ぜひ教えていただきたいですね、本当だね、その時はちゃんと考察しましょう、うん、そうしましょう、うん、まあ、この早く会いに来てよは二通り取れるかなっていうね、そう、そこが僕は面白いなと思って、うん、そうだね、でしかもラジオだしあり得る環境だから膨らむかなと思って選んだんですけど、うんうんうん、全然違う話しちゃいましたね、こんな感じになっちゃいました、はい、ということで、はいはい、じゃあ締めますか、はい、はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました。また後ほど。